はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、海に来てるんですけど、はい、ここのね、Google Earthで見たらね、ここの、山の下にプライベートビーチがあるんですよ。で、そこでキャンプをしたくて、今からね、山を切り開いていこうと思います。結構崖だけど大丈夫かな。うん。で、今回このナタとこの鎌ですね、ちっちゃい鎌で山を切り開いていって、まあね、どこまで行けるかわかんないんですけど、ちょっと物は試しということでね、はい、道なき道を行ってみたいと思います。で、こんな感じでね、普通の釣り場だったらだいたい道ができてるんだけど、全然道らしい道がないので、多分ね、人入ってないんじゃないかなと思うんだけど、まあ行くとね、どこそこがちょっと降りれそうな感じなので、そこら辺からね、山の方ちょっと降りていってみようと思います。で、途中もしかしたら崖とかで降りれないかもしれないのでその可能性大でしょ、うん、結構急勾配だからね、うん、まあ、釣り場なんて急勾配のとこ多いからさ、うん、ロープが張ってあったりとか、はしごがあったりとか、うんうん、そんな当たり前だからさ、まあ、そこら辺もね、気をつけながら、あとね、気をつけないといけないのがスズメバチ。蜂がなんかここら辺結構いて、うん、で、実はね、この先の方に僕がずっと通ってた釣り場があるんだけど、そこね、山をどんぐらいだろう、10分ないぐらいかな、うん、10分はないかもね、降りるんだけど、足長バチじゃなかった、スズメバチにね、スズメバチにちょっと追っかけられたことが何度かあって多分ね、ここら辺もテリトリーじゃないかなって思うんだけど、だよね、うん、まあ、それもね、気をつけながら、音がやっぱりするから、うん、してさ、うん、で、そういうのも気をつけながら、ちょっと進んでいこうか、はい、で、もしスズメバチ来たら、うん、俺は一人で逃げるからさ、だけはお願いね押し抜けて逃げるからさ最低かよ。じゃあ、スズメバチはさ、黒いのを攻撃するっていうのがあるじゃん、うん、だから、まあ、この帽子とちょっと白っぽい、うん、で、白っぽい洋服で着てみたんだけど、うん、まあね、そこら辺は本当に注意して、はい、あと雨の後だから足元滑りやすくなってるから、そこら辺も気をつけながら、はい、安全にね、最大限の注意を払ってちょっと山を切り開いていこうと思います。はい、はい、行きましょう。これで行きましょうか。こわ、大丈夫かな私。マジで滑るとき私多分すごい変な滑り方するよね。ここはね、ちょっといいんじゃないかなと思うんだけど、早速だってこんなの。ちょっと待って、そこほ、あ、すごいね。もう本当の方だって崖だからね、結構な急勾配、うん、今朝まで雨が降ってたからね。そうです。ここからどっちかな、道っていうか獣道なんじゃないの。よいしょ。本当のこれで、どっちに行くの、こっちに行くの、どっちに行こうと思って、こあっちがなんか結構緩やかなんだよね、どっちより。こっちは多分水が流れてるから勾配きついはずなの。こっちを行けば下がちょっと開けるんじゃない。あっちら辺だってほら緩やかだもんね、下ね。うん、超でかい、トゲトゲがある。トゲトゲに敏感だね、うん、痛いもん。痛い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 。トゲとの戦いだね。だよ。よし、もう半分ぐらい来たかな。そうだね。ちょっと上を見てみようか。全く進んでない。お、それターザンできそう。やっとこれだけ。こっちも行けそうなんだけど、でもこっちに道っぽいのがあるんだよね。どう？そっち通り道だ。あ、道がやっぱあるわ。あ、そうなの。うん、なたが切れないな。あなた頑張って。あなた今ボケたんじゃないよね。まさか。
あ、結構近いよ音が。あ、もうそこじゃん。着いたの？うん。マジ？本当だ。ほらほら。何してんのまた。滑ったの今。でしょ、滑るんだって急に。止まらないんだって滑ると。人をバカにするからだよ。わざと人をバカにするからだよ。ちょっと寝たい。実際寝たいなと思った。疲れた。転んだんじゃないよ。転んだと思った。俺今寝たいなと思ってここ寝ただけだよね。疲れたもんね。疲れたからゴールもそこじゃん。転んだと思った。もうちょっとで転ぶとこだったけど、今の転んでない。寝たところ今のは。あ、滑るね。わ、すごいね。あ、しかもちょうど満潮だ今。あ、そうなんだ。これ以上気分わかんないね。こんなもんなんだね、じゃあね。全体的にはまあこんな感じなんだけど、うん、ゴミがいっぱいあってね、うん、ちょっと思ったよりちょっとまた汚いですね。ね、人が入ってない分やっぱりね、掃除がされてないし。まあでもキャンプをしながらどっかの向こうとかね、あの荒川釣ったり、うん、イカ釣りとかね、いいんじゃないかなと思うんですけど、うん、で向こうの方もね、多分岩場を歩いていけるんだよね、うんうん、釜石を。で夏場はちょっとね、素潜りなんかもできるんじゃないかなと思う。そうなの、できる？元気があれば。あ、テラフィンとか面白そうじゃない？うん。え、できるかな？できると思うよ。でもそんないない。砂、下地が、下地じゃない。下地が。下が砂地だから、うん、まあ、そんなにいないと思うんだけど。うん。次はじゃあテントを持ってきて、うん、そうだね、ちょっとご飯食べたり、うん、コーヒー飲んだり、うん、魚釣りをちょっとしてみたりやってみたいな。かなりね。あ、やっと着きました。はい。どうだったですか、新規開拓は。うん。でも思った想像よりはすぐ見つかった。うまくいった。うまくいったね。うん。うまくいったのかな。うまくいったでしょう。途中でなんか昔のさ、何千年か前の道が見つかったのよ。そう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 。だからそこを見つけられたから。うん、早かったよね。その前に何千年も前じゃないでしょ。突っ込んでもらっていいかな。今回の開拓が、うん、
まあこいつら結構頑張ってんなと思ったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバーイ。